こんにちは、ノーデスパワープラプリやっていきます。今回はニャプテトのテーブルが判明、皆さんとテーブルを見ていくとともに結局ニャプテトは走るべきか否かというところを話しできればいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。ということでですね、僕もようやく仕事終わりまして、ニャプテトの中身確認してきました。で、一言で言うと結構使いやすいし、編成もしやすいかなっていうふうに思うと同時に、無理して走んなくてもいいかなっていうのが、今回の結論にはなります。で、なんでそういうふうに思ったかっていうのをつらつら話していきたいと思います。で、結構皆さんからも結局、走るべきなのかどうかは教えてほしいですって声がたくさんあったんで、そんな形で僕なりの意見をね、お話ししていけたらいいかなっていうふうに思います。で、ニャプテトに関しては、盗塁、走塁、内野安打、ヘッスラー、かく乱という、敏捷系によったキャラクターになってますね。で、気になるテーブルの方なんですけど、45まで行くと試合経験点が 20%、走力と補給の上限、初強化50、そして敏捷ボーナスとイベント発生率アップの効果。なので、ここに関しては、招き猫効果と同じものかなっていうふうに思います。ニャンダフルね、ニャイヤシュっていうところでね、猫猫っていうところがかかってるんじゃないかなってところですね。で、あとは、やる気効果が150あってという形になりますね。で、上限2種類も、総力のところが結構今回埋めにくいっていうところと、やはりタダスのところを外した補給上限で、レンちゃんをこう外すような形を、こう、想像されてるんじゃないかなっていう上限内容でした。で、かつ、イベントもそんなに悪いっていうことでは全くなくて、イベントに関してはちょっと口頭にはなるんですけど、ここで作成するわけにもいかないんで、で、1回目できると、古軍奮闘がそのまま金徳として入ってくる。そして、3回目まで走ると、奇想本能、もしくは勝負師が選択できるということで、イベントの圧縮にも、こう、役立てるキャラクターになってますね。かつ、走塁と守備の練習なので、非常にこう、今の臨床不足の闘争学園にはマッチしてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、逆の話をすると、やはりこの選手ランク D っていうところが、めちゃくちゃ気になりますね。気になりますね。普通にサクセスしてて、やっぱ選手ランク D ってすぐに、こう、1対1仕掛けられたらいなくなってしまう印象はあるので、そういう意味で、いなくなった後の招き猫効果自体がそもそも継続するのかどうかっていうところも含めてね、ちょっと怪しいところはあるなっていうふうには思います。かつ、このテーブルの話をすると、固有は35でつくんですけど、この上限に関しては、40までいかないとつかないので、結構こう、甘神みたいな形で走ると、結局上限なしのキャラクターで猫だけっていう形になるので、そういうことになると、全然こう、求めているところが違うかなっていう風になってきますよね。で、あとは、やはり、ユニフォームのレンちゃんを使ってる方が多いかなとは思うんですけど、補給の上限のところはそんなに求めてないっていうのが、今現状はあると思います。もちろん将来はわからないですけど、やっぱりその、タダスから、金徳しっかりもらった方が、レンちゃんの西上限よりいいよねっていう形になる可能性はあると思うので、なんかそういうところも込み込みで、将来性という観点では、なしではないかなっていうふうには思います。ただ現状、どうでしょうね。後イベっていうところも、そんなにこう、何か有用性があるわけでは、今時点ではないかなっていうふうにも思っているので、どっちかっていうと、走塁上限のキャラは前イベの方が、今は助かるかなっていうところがあるんで、個人的には、どうかなっていうところと、自分は、走ったとしても、全国ランキングのため、その年間ランキングのために走る、CP のために走るっていうくらいの走り方になるのかなっていうふうに思います。で、今そのニャプテトを走るべきかどうかっていうのは結構ランク帯によっても変わるかなっていうふうに思っていて、で、始めたばかりの方とか中級者の方で、デッキが揃ってないよって方に関しては、拾っといてもいいけどっていうところにはなるキャラクターだし、その上位層の方にとっては別にそんなに今、デッキ編成に入れるようなキャラでもないかなっていうところなので、本当にぼちぼち、中間ぐらいのキャラクター、いたらどこかで助かるかもしれないしっていうぐらいのキャラクター設定になってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、そんな、この更新報酬のニャプテトなんですけど、こちらですね。こうか。
まあ、グループランキング、スターハックだと、まあ、SR が3枚ここで手に入って、なんとか、41にはできるかなっていうところと、あとはやはり全体ランキングですよね。1000位まで入ると PSR が入って、2000位まで入ると SR が2枚という形なので、まあ、最大解放試合経験点のところまで狙うと結構まあ大変なんじゃないかなっていうふうにも思っていたりはします。で、まあ、甲子園報酬、まあ、どうしようかねって感じですね。僕個人としても。まあ、一応、2000位ぐらいは頑張った方がいいのかな。もしくは5000位ぐらいまで頑張ろうかなっていう。まあ、個人的にはやっぱり、でも1000位ぐらいかなっていうところではありますね。まあ、そんなに多分キャラとして今僕が使うっていうことはあまりないかなっていうところと、まあ、皆さんにとってもこれから826のキャラも来たりしますし、それこそね、今を輝くドモンとかを外すような未来って今んとこあんまり見えてないので、まあ、もちろん826のキャラがそういうキャラだったら話変わりますけど、まあ、今現状はその枠としても、まあそんなにこう何か目先必要かなっていうところは感じていたりはしますね。ただ、まあ、僕が今この時点のこの環境の話をしてるだけで、将来うわミヤブテとあの時取っときゃよかったわっていう風に変わる可能性は全然ゼロじゃないし、普通にあり得ると思います。その時はまあ僕のことを重くそう叩いてくれればいいと思うんですけど、まあ今そんな未来が来るかどうかっていうのは不確定っていうのと、まあそこにね、ここに対して、こう、自分がどれくらいの時間と、こう、意思を避けるかっていうのは、まあ、人によっても変わると思うので、まあ、個人の一意見として受け取っていただければいいかなっていうふうに思います。当然ね、こう、やっぱり、パープロ2020のキャラね、こう、エジプトなんとかなんとかでね、エジプト、うんね、あの2020、大学じゃないような社会人って、なんとも言えないけど、エジプトのキャラだったと思うんですけど、まあ、そういう、こう、デザイン性とか、まあ、愛らしいキャラクターっていうところでの観点で撮るっていうのもありだと思いますし、結構、いろんな側面で自分が走るかどうかって決めていいと思います。まあ、そんなね、一助になればいいかなぐらいの感じで、簡単にお話しさせていただきました。あとは、ちょっと忙しくて全然できてなかったんですけど、ここら辺のね、ループガチャの H2 コラボも2つ来ていたりします。で、まあ、結構上の方はね、僕おすすめできる、まあ、タイプのガチャに今なってるかなって。まあ、ヒデオもね、めちゃくちゃ強いので、まあ、上限一緒ですけど、ニャプテートと。っていうところとか、まあ、ヒロもね、将来的には、エースの風格と強心臓なんでね、めちゃくちゃ筋徳強いし、まあ、変化球のところが、まあ、また輝くような環境、まあ、ブレインとかに来るかもしんないし、みたいなところで、下もね、まあ、強いんですよね。だから、こう、引きたいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、今のところはやっぱ826のこともあるので、まあ、ゆっくりでいいかなっていうところですね。特に8月23日の9時に、本ビトと H2 コラボの切り替え来るんで、多分この日に826来ると思うので、まあ、残りの石をね、考えながらやっていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、この2つはね、もう前にも来てるんで、まあ、こんな感じで簡単に終わらせていただければいいかなっていうふうに思います。まあ、僕はスター発掘で SR プラゴを目指していくかもしれません。まあ、走ってもそこか、まあ、PSR 一番にゲットできたらいいかなっていう感じに収まると思います。皆さんはどういう風にニャプテトの方を感じられているでしょうか。まあ、後でね、後でというか、まあ、明日の朝とか、まあ、ニャプテトのサクセス動画も上げられたらいいかなっていう風に思っているんで、そこで見ていただく感じでもいいかもしれません。でもそうすると上限解放してないのか。なんとも難しいところですけどね。組み方とかが。まあ、そんな感じで、もしかしたら明日ニャプテトの動画が出るかもしれません。上限なくて組めなかったら出ないかもしれないので、その時はまた別の動画をご期待いただければいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。